ルチャンネル僕らの国会皆さんこんにちはどうぞ令和6年6月13日に収録を行っています今回のテーマですが都知事選なえるということで、はい、最新情報をぜひ教えてください最新情報最新情勢、はい、でこれはもう皆さんご存知の通り小池百合子知事が「 ずっと引き延ばしをされてたのがついに、まあ、都議会の最終日っていう、まあ、うまい、まあ、理由を口実って言葉使わずに、まあ理由って言いましたけど本当は様子見されてたんですよね。はい、でちょうど都議会が終わるに合わせて8年間の、まあ、自我自賛もなさいました、まあ、それは立候補するなら当然のことですけどじゃあこの選挙が今実際はどうなってるかというとですね まずこのサムネイルに「なえる」って言葉を出したことに当然批判もあると思いますけどこれ正直みんなの決めじゃないでしょうか、うん。えっとこれあのショート動画の方で益野優斗君っていう二十歳の大学3年生がね「一体栃木んは誰に投票したらいいんですか?」という項目僕に送っておこしてでその収録は。 まだだなんだけど僕自身がこれ自由民主党議員ですから自由民主党が候補者立てていればね例えば前回朝日健ちゃん朝日健太郎さんこの間直接本人にも言いましたけどあの立てていればですよあのもちろんあの言いたいこと言いますけどねこうすべきだあのここはお菓子足りないとかここを伸ばしてほしいとかここは一緒にやれるとか。 同じ党だからっていうよりはやっぱりこの政党法にも基づいて政党の仕組みの中でより良い法を目指すってことはできるけどこれ今現実の選挙ってこれですよね。両抱きつき両抱ききつっていうのはねこれ変な日本語になってるけど、うん、まあ小池知事の方はこの損得官庁されてたわけです今まであの立候補表明されてないのは。つまり自由民主党 今9連敗でですから、ね、主要な選挙だけでついに茂木幹事長の地元でも市長選挙で負けました、はい、で細かいのを入れるともう当然2桁になってますが、うん、とにかく全く勝たないわけですよね。そで,ねでその中で東京といえも地方選挙だからその、まあ、原が悪いってこともありますよねやっぱりこういうの気にする、まあ、小池さん本人はどうかわかんないけど周りは必ず気にしますよ。うん、そうすると住民人が こう支援とか支持に入ると今回だけは票が大量にふ普段も逃げるだろうけどもっともっと怒涛のように逃げていって勝機を逃してしまう簡単に言うと落選するんじゃないかっていうのはあるでもこの住民・人が本来持ってるその堅い組織ねあの利益団体で僕は言ってますけどまあ厳しく言えば利権団体その実力を考えればですよ それあの見捨てるわけにもいいかないそうやって迷ってる間に住民しの方がいわゆる政界用語で言うと抱きついてきたんですよねで僕普段はそういうあの政治記者の時代から政界の慣用句って使わないんですよ、うん、記事書く時も決して使わなかったそのデスクが勝手に書いて、まあ、権限あるんだけど譲渡句に書いちゃうんだけど抱きつきってよく,よく言うんですよ。 小池さんがこう,こうなってる間にもうがばっと住民のが抱きついてそれはもう何でもいいんですとつまり表に出なくてもいいしそれからもうちょっと説明あぶますけど確認団体とかねそういうその分かりにくいやり方でも何でもいいからとにかく支援させてくれともし小池さんが参戦果たしたらこれで連敗ストップだとそんな都合のいい話があるかとそれ違いますよね 違います <laughs> だからこう住民との議員としてもはっきり言うと「うん、ナイルっていうのはもともと正しい日本語でそのちょっと一時期は流行語みたいに使われたんですけれどももともとは正しい日本語でむしろ気持ちのことの前に実際に手足がこの動きにくくなったりすることを言うんですけどこれ選挙にとっては象徴的で手足が動かないっていうのはね、うん、だから組織つけたことになってるけど動かない。 だから小池さんの実は胸中というのはそれからでもしたたかであるからもうできるだけこう住民主離れを起こしているように見せて本当は組織の力をもらうとそうするとこの「両抱きつき」の「両」はその蓮舫さんだってこれからの話しますけど同じだって意味と実は候補者の方も抱きついてるんだよね、はい、本当はやっぱり組織の票が欲しいそ,そうですトトーーファースト という地域政党だだけででははそれは不安だからそれれ不安からしつこくこのキーワードを抱えているのはじゃあ蓮舫さんの方はこれがまた非常に悩んでらっしゃると思うのはまず走り出しはもう共産党色がすっごく強くなってそれどころかもう共産党は組織フル回転ですもうじらし配ってますよね。 あの実際の選挙を動かす意味もあるけど蓮舫さんにアピールしてるわけ、はあ、つまり今この蓮舫さんっていうところを連合と共産党がこうそれぞれこう支援しようとしてるんだけどここでバーンとぶつかってるわけだ。うん、かつての連合だったらふなふなだったかもしれないけれども今吉野さんっていう女性会長が共産党とは組まないと組めない考え方が違いすぎるということを何度もおっしゃってて。うんはい でやっぱり今までの、まあ、初代会長の山岸さんは別にしてあのちょっとこううつむき加減だったような途中の連合会長と違うところあるんで共産党とと組むことできないでですよねでもこの今もう早くもビラ配りも含めて組織がフル回転してるのを見たらやっぱりこれは蓮舫さんとしてはこれの力は欲しいいや連合はどうかというと組織自体も連合の方がずっと大きいんだけれどもしかし 労働組合っっててて上から下ろろしてあそれで終わりってところが多い実際に、まあ、共産党の,あの支持者やあるいはその党員とかのように這いずれ回って動くってことが少ないから、はい、そうすると本音は両方欲しくてもこの連合の吉野会長の固い意思が変わらない限りはどっちかは取らないといけない。共産党を取ると同時に維新や国民民主党も 離れれていく恐が十分っていうかちょっと無理でしょうそうそです、ね、しかしその連合のを取ってしまってじゃあ吉野会長とまあ議立を合意をして共産党の支援を受けないとするとなると、うん、じゃあ連合だけで本当にあの強力な現職に対して戦えるのかということになる、うん、それでだから「良」って書いてあるけど本当は3040のお互いの抱きつきなんですよね。連合さんご自身も 不動票不動票って言い方は僕は嫌いで、まあ、だから民組織票あるいは自由意思票だけで勝つことは無理ですでしたがって、あのー、誰に入れていいか分からないで候補者だけは40人超えたりしてるわけだけど、うん、僕自身も住民主党の候補がいないだけにだどうしようかと危険だけはしたくないので三浦市はところでもう決めてるんですか いやもう共産党は困るんで傾化すると困るなっていう感じですねもうもう入れる人がいないんですけど、はい、これあの中身、言わけにいかないけど青山千春博士、ね、はもう最初から決断決まってん、ね、何でしょういや、それはやっぱりここに本人がいて言うなそう思う有権者は多いなと。うん それでもちろん青山ちゃ任せがいくら配偶者でも誰に入れるって言っては一切言わないですよ終わってからまた、まあ、本人がいれば別ですけどね、うん、本人人見知りだからと,とてもこんなん出られないだろうけどといってチャンネル桜にたまに出てるみたいだけど <laughs> それで、あのー、これ、あのー、注意して話しますけれど、まあ、まだ選挙は黒人になってません。 まだ自由度は高いんだけれどもあのテレビ局のですね昔から知ってる、はい、そしていつの間にか偉くなってる人とちらっと話したんですよ別にこの件で話したんじゃなくてそれもこうアポイントメントを取ってお互いに会ったというんじゃなくてある場所でねあのその話になったんです向こうから話してきたんだけど、うん、それがですね実際七夕の投票日は。 開票率ゼロパーセント。つまり投票は終わりました。これから開票です。その時にもう投票うつと。ほ<う>。で、そう読んでるんですね。うん。いやもうこれあの抱きつき云々がどっちに行こうがこうですと。うんうん、変わらない。これ井上プロデューサー言ってもいいんですかね。その誰に投票だすそれ言っちゃいけないんだ。 今の段階ではいいだろうっていう井上プロデューサーの判断で三浦氏もそう思います、うん、これは小池さんそれで言った以上はちゃんとその場のことを言っておくと僕はそれいや理由は大体想像つくんだよね。だけども今回はこの自由民主党への批判がこれだけ強いと普通は投票率下がるんだけど今回上がるよって。 上がる例えばこの間例に出した東京都港区の区長選挙もずっと20%トだったりしたのがギリギリだけど3割超えたんですよ。そで,、ね、で今回蓮舫さん対小池さんをネットでももうなんていうかお祭り騒ぎになったじゃないですか。どっちがどっちとは言わないけど一方を。 カミツキガメみたいだと言ったりもう一方の人もまあ昔からいろいろ言われてる、うん、だから絵になるわけだよ激突感が確かに40人超えてても、うん、その2人だけいや、まあ、ほか、うん、にも非常にあの目立つ方もいらっしゃるんだけど、うんうん、ユニークなあの悪い意味で言ってるんじゃないですよ目立つ方もいらっしゃるけどやっぱこの2人がグーンと来るじゃないですか。はい、そうすると トイレ上がるからいくらなんでも開放率0%で当確ってのは早いんじゃないの、うん、これ実際に言われたのは「え青山さんいつも0%で当確じゃんとれ」と僕2回ともそうだったですよね、うん、でもそれとこれとは違うでしょってだって1人だけ選ぶのとまあ何十人かの全国比例の中でっていうのと違うでしょってそれは違うんだよ違うけどこれはもう変わらないねと、うん、大体もう目の前だよと。 七夕選挙って言ったら告示も近いけど、うん、土曜日自体も近いのでそんな大きく動かないと、うん、だからーンと見えるけども本当は、うん、なんだよと、うん、それであのー、ちょっとこう連邦陣営に焦燥の色を感じるね僕はあのー、うん感じるどのような 言いにくいメンバーなんだけど僕はどなたともこれ別に八方美人やってないんだけど仲いいよね小池さん蓮舫さん両方ともそうですよね小池さんはこの独立総合研究所社長の時に会いに来られたりしたもんね、まあ、今とお立場違うけど安全保障担当の総理補佐官だったんですけどね、うん、三浦氏がまだいなかった頃かな。はい 両方ともよく知ってるんで蓮舫さんは向こうの方から声かけてこられる国会の中でねでもやっぱり表情を見てると余裕は小池さんの方が明らかにある、うん、学歴詐称問題が実はより深刻になってるけれども、うん、でもスキャンダルがあったら必ず落ちるってわけでもないんだよね。うん、それでその蓮舫さんは別にあの 表情が尖ってるとは言わないけど、やっぱりこう長年選挙を取材してきたし、今現場にいる目から見るとやっぱり焦燥感があって、それはさっきの連合なのか共産なのかっていうこの非常に候補者本人が苦しむ現象がやっぱり苦しめていると思うんだよね。だから共産党が早くも動いてるっていうのも、共産党ともう一緒にやるつもり。 はっきりしてれば連合が離れていっても国民民主や維新が離れていっても共産党やるんだとはっきりしてるんだったら心強いけどそうじゃないからそれは諦めきれないよ連合も維新も国民民主党もだからあのイラいらってくることはあるんじゃないかとそこは推測ですよ、はい、しかしあのやっぱり責任が一番重いのは僕は自由民主党だと思うなやっぱり人の 顔選びについてこの政権与党、それもずっと長い間あの4年ぐらいの間を除くとずっと政権維持してきた党が首都の知事候補を立てられないそれこそ抱きつきしかできないというのは、うん、この自由民主党にほぼ全責任があると思っていますが僕にも言えることですよね。はは、ね、はいいどうでですか特に質問はなし では今回のテーマ以上にしまして、今日はハイネコにいただいた感想をご紹介したいと思います。見栄えは出ないの？<でも> <laughs> 今出られたら僕は困っちゃうんだけど、ね。<laughs> はい。はい。私は操作戦出るんで、はい、途中戦っていうわけにいきません。はい。ではハイネコの感想をご紹介したいと思います。はい。はい。はい、えっ、ー、と長い感想をいただきましたので、ちょっと三分割ぐらいにしてご紹介していきます。はいうん、私はハイネコそしてハイネコと私を。うん 購読いたしました。はい、この作品は私にとってとても心に刺さるものでした。最初はハイネコって何だろう？森の中の湖とは何だろう？とまるでミステリー小説を読む思いで読み始めました。しかしえ、1日目、5月5日日曜1から読み始めて32ページまで読んで思わず本を閉じて。 えー、瞳を閉じて空を仰ぎました、はい、そして「マジかよこの本」とつぶやいてしまいましたサインとサインの父との関係の描写がまるで自分のことを言い当てられているかのように胸に迫ってきましたその後433ページから読み進め、はい、今度はサインとサインの母との関係も描かれました。 サインが抱えている苦しみと自分が抱えている苦しみがまるで同じものであるかのように感じ51ページで「私も休憩せざるを得ませんでした」「言葉が一つ一つ私に強く刺さるのです」「刺さるたびにいちいち空を仰ぐものですからその読む速度はゆっくりとしたものとなりました」というところで一旦聞いていきたいと思います。 ドラマチックですね。はい、そうですね。僕も非常にこう心惹かれて今聞いてました。はい。また次。ああ、小説書きたいな。<laughs> はい、本当に原稿を書きたいな。まあこれは物書きにとってはあの良い傾向なんですが、うんうん、こういうとこに限って全く時間がないんだよね。はい。はい。 はい、では続いて独立講演会のご案内です。はい、7月の28日東京にて開催されます。こちらの申し込みは6月18日の正午からスタートです。独立講演会は？自分の一番今苦しんでいること。弱いこともみんなと共有して分かち合える。僕にとっても本当に貴重な場でも場であります。<laughs> しかし、本来はみんなのため。 やってるので、事前の質問も含めて私にどんどんぶつけてください。それを待ってます。そして迫りくる総裁選について言えば。この独立後、援会に来られる時に時までにできれば自由民主党になってきていただくと投票の有資格者なんで。このいい意味の緊張感が違うと思います。決心なさってくだされば、三浦医者と河村医師匠が対応します。はい 動画の下の説明部分、概要欄の URL から入湯をお待ちしておりますしてお風呂に入るんじゃなくて、申し訳ないけど腐ってる住民人に入っていただいてあのお風呂と違って怪しいバイ,バイキン細菌はいませんのでそれは大丈夫ですはい、<laughs> はい、何の話でしょうかはい、では最後に、はい、<laughs> <laughs> チャンネル登録シリーズジェスチャー編です、はい、前回ははい。 これした通りですね、はい、あの実は子供の頃から潜水艦映画が好きなんですよ、はい、でそもそも「源泉 CBU 号」っていうね、えー、復刻版の DVD 買ったら全身の力抜けるぐらいなん、はい、やこれはと思ったんですが、はい、だって潜水艦の前がガラス張りになってて巨大なタコとか襲ってくるのがよく見えるで平和な時にはそこで食事するそれが羨ましくてもう本当に そのまま潜水艦乗りになっちゃおうかと思っちゃうじゃない思ったぐらいなんですが、はい、その緊張する戦闘シーンで一番、ね、みんながこう共通してる体験だと思うんですけどやっぱりあの潜望鏡をです、ねうん、艦長がこうやって見て,こうやって回してです、ね、それで艦長が決心してバチッとこう止めて、ね、そして攻撃指令を出すと。 いうのが醍醐味なんだけど、うん、なんとこれは防衛機密を犯さない範囲で申してるんですけどなないいんんでですすよ潜望鏡が今はないんですねかつての潜望鏡というものは今はなくて、はい、まあただしですね例えば衛星から見てるだけでそれ潜水艦情報になってるわけじゃなくて実際に、まあ、海面水上を見るんですけどそれがですね艦長殿がですね あるいは官長が企画かなんかしてたら副長がまたここは緊張感あるんだけどそういう情報独占じゃなくてデジタルになってるんで、うん、どうなるかはいこれはまたジェスチャーこれ一体何でしょうかはいでチャンネル登録は前回イルカにお願いしましたんで、はいえー、今回はメダカと言いたいんですがメダカは海にいませんので さっき言いました巨大タコにお願いしますはい c ビュー号の DVD を一生懸命探して買ったらですねガラス張りのとこにタコが出てきたんですよはいねそれはですねあのお祭りの時に売ってるタコの方がまだリアルだろうみたいなねこんなちっこおもちゃの、はい、これタコかよというねうん はい、よくあることですけど、はい、皆さんで<も>ぜひ見てみてください。あ、あ、あのタコにお願いします。<laughs> はい。はい。皆さんもチャンネル登録をお願い,いたします。はい、なのになんとなく吸盤のあたりが美味しそうに見えました。はい。はい。<laughs> 今回もご視聴ありがとうございました。